ネルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。吉田騎士でございます。さあ、それでは今週もやってまいりました。皆さんご一緒にやがちバトルということでございまして、今週も張り切ってバトルしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。アランドフォーティーズのお二人です。帰ってまいりました。天狗さん、お帰りなさいませ。はい、はい、台湾から帰ってまいりました。はい、ということでね、はい、先週は、はい、アランドフィフティーズのお二人でお送りしたんですけど、はいはい、今週はいつも通りアランドフォーティーズのお二人で、はい、と一緒にやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、どうでした台湾。いや、あのね、我が輩ね、うん、あの我が輩がその4日間イベントがあったんだけど、はい、そのイベント会場の横にね、廃墟があったんですよ。ほう。で、結構でかいね、あの廃墟のビルで、なるほど。ちょっとね、あの動画かなんか撮ってこようかなと思ったんですけど、結構ちょっとバタバタでね、うん、なるほど、うん、でもね、ちょっと結構雰囲気のある廃墟がありましたよ。なるほどですね、うん、そうでございます。そういうとこに目がいっちゃうのはやっぱ職業ですね。あの、なんかいろいろな観光的なね、うん、あれじゃなく、はい、あのやっぱ廃墟があると、あ、廃墟だっつって写メは撮ってきたんですけど、ね、なるほどね、はい、なんかあれでしょ、あのおはがき持っていかれたんでしょ。あ、そう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 、我が輩のね、あのラインスタンプの、はい、はがきを1000枚ぐらいかな。ほう。はい。あの、持ってきまして。販売だった。はい、そうですね。もう、2日間目ぐらいには、もうない状態で。おめでとうございます。はい。おめでとうございます。おめでとうございますね。はい。ね、これで、台湾でも、テングマンの人気に火がつける。うん、ちびっ子たちが、はい、いろいろ、こう、チヤホヤしてくれてですね。なるほどね。本当、嬉しい限りでございます。これでテングマンさんのラインスタンプがね、うん、台湾でもバカスカ売れればね。ね、それを、そうなればいいですけどもね。やったりかなったりですけど、ね。はい。宣伝はもうバッチリしてきたので。ラインのスタンプのところで何ですか、テングマンかなんかで検索すれば出てくるんですかね。どうなんだろうね。でもね、はい、中国語で書いてあるからね。あ、そうなんですね。うん。全部中国語で書いてあるんで。そう。うん。だから、まあ、それで中国語で、うん、もしかしたらね、うん、検索するともしかしたら出てくるかもしれないし、日本の皆さんもね、ぜひともテングマンラインスタンプ、はい、発売しておりますので、はい、よろしくお願いします。皆様どうかお買い求めよろしくお願いします。はい、よろしくします。はい、ということでございますけれども、はい、ということですな。監督は何をされてるんですか。どうしました。どうしました。何をされてるんですか。何ですか。なんかポチポチやられてますけど、うん、なんかゲームやられてるんですか。いや、そういうわけじゃないんだけど。なるほどね、なんかね、うん、あっちはあっちでね、うん、夜ね、うん、路地が多いんですよ、すごく。路地が。うん、なんかなんて伝統がない路地が。ほう。でね、そこはそこでね、ちょっと怖い感じのね、うん、ところはやっぱりたくさんありましたよ。あ、そうなんですか。うん。でもまあ路地だから短いからね。はい。うん。ただ、なんか、あ、ここなんか怖そうだなっていうところはやっぱり、なるほど、うん、結構見て、あ、ここ、すごい怖そうだなって。まあ、短いですよ。うん。うん、短い路地なんですけどもね、雰囲気があるところはたくさんありましたね。僕はね、一つ心配してたのがね、うん、一緒に行かれたメンツが行かれたメンツじゃないですか。はい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 、はい。まあ、しこたま飲まされたんじゃないかなっていうのと。アートジャンキー加藤兄さんとかね、うん、あとデビルロボットの北井さんとかね、はい、その通りでございますね。あと我らがシスターマヨさんとか。そう、シスターマヨさんとか、ね。みんな飲む人じゃないですか。はい、飲みますね。ねえ、まあ、しこたま飲まされたんじゃないかな。うん、肝臓は大丈夫だろうかって。あ、いや、でもね、その酒のペース俺たちについてくんじゃねえよってもう先に言われてるんで。あ、そうなんですね。それは大丈夫です。ここはちゃんと気を使っていただいて、うん、そうね、美味しいお酒も飲んで。いや、もうね、そんな暇はなかったね。あ、なるほど。もうね、もうイベントから帰ってたらすぐ寝るという。うん、もう部屋入ってたらもうすぐ寝るっていうね。特に酒盛り的なの。ない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 、もうすぐ、もう寝てすぐ朝って感じ。なるほど。で、うん、イベント行ってみたいな。そう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 。お疲れ様でございます。はい。そうですね。少しでもね、はい、一人でも台湾でも多分確かにニコニコは見れたと思うので。あ、いやいや、実はね、はい、台湾でね、3組ほど、うん、カップルがね、はい、我が輩のところに訪ねてきまして、ガチシリーズ見てます。あ、そうなんですか。はい、ちゃんと あっちね、何、台湾の言葉が通じなくても、うん、そうしたら英語が、はい、英語が、ね、英語で喋ってくるんで、それをね、ちゃんと通訳してくれる人いたんですよ。あと何気に日本語ができる人とかもいたりするんですか、台湾って。あ、そう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 、稀にね、はいはい、うん、いたりもしますよ。
結構、あ、じゃあその現地の方がガチシリーズ見ていただいてる。そう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 、昔からの我が輩もね、あのそのフェイスブックでつながってる友達もいて、はいはいはい、そう、そういう方たちも来てくれたので、うん、遊びにね、うん、そうそうそう、ガチシリーズのファンなんですよ。なるほどね、はい、じゃあこれでもう台湾の方々もね、ぜひともガチシリーズ課金していただいて、そう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 、ね、後半まで見ていただけると嬉しいかなと思いますので、はい、うん、そうですね、天狗マンさんがね、うん、ガチバトルなんか一人で行く勇姿をね、みんなで応援しようって、そうだね、弱いわ、だから負ける気全然ないから、ね、あ、そうですか。いやもうあの帰国一発目ですから、もうここはもうね、いや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 、そういう問題じゃない、バトルしなくてもいいんじゃないですか、ね、全然そういうのは関係ないから、もうそのままパッとこう、どうしたんですか、何口なんかこう首かしげたりして、どうしたんですか。いや別に特にあれはないんですが、はい、バトルのネタを探してるんですけど、なるほどなるほど。あ、そういえばね、その台湾のね、あのね、あのイベントで遊びに来てくれた人は、はい、チンコさん楽しかったですって言ってました。何ですかそれは。あ、違う、あれね、チンポ感ね、そう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 、チンポ感わかる、わかるんだあのネタがわかる、そう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 、なるほど、さすがね、下ネタはバンコク共通ですよ。いや、もう無料で力入れるのやめるぞ真面目に君らどうでもいいんだから何がですか。さあ早くやりましょう、はい、やりますか、はい、ちょっとやりましょう、はい、今日のバトルは、うん、はい、久々に朗読バトルを、はい、嫌な予感がします、やりたいと思います、嫌な予感がします。最近はね、文明の利器も進みまして、はい、監督今ねポチポチやられてますけど、あの Kindle というね、うん、Amazon がやってるやつ、はい、これがですね月額980円で読み放題、はい、無料のやつはね Kindle、はい、Kindle、 ほんならね、漫画もタダなんですよ。例えばガキデカなんてほぼタダで読める、全部。あ、本当ですか。980円払える。逆に言う、あのネット書籍ってやつ。ああ、なるほどなるほど、うん、まあ、まあ便利か便利じゃないかって言ったら便利じゃないんだけど。あ、そうなんですか。そうなんです、まあ、手軽に。じゃあ膨大にありすぎてどれを探していくか分かんないのよ、ね、はい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 、ね、ほんでまあそういう感じで、もちろんエロもあります、うん、はい、ね、なるほど、エロ漫画ピザッツ、ピザッツ有名ですね、はい、もう、え、わかんない、わからん、コンビニに、あ、アイガード、あ、サイガード先生が、はい、毎日読める、なるほどなるほど、オードリーさん、はい、え、わからん、わからん、サイガード先生、誰ですか、オードリー人妻オードリーさんこっちの方じゃないですか、あ、マリン先生、そういうのも読めちゃう、読めます、ピザッツ読めます、ピザッツ読めます、なるほどね、大体ピザッツの表紙はサイガード先生、アクションピザッツ、高杉こう風船クラブ先生なんかカスですよ、マジですか、もうね、一時代はもうカスですよ、へー、西賀堂先生ですよ、だからやっぱり今回の何バトルはやっぱそっち系なの、西賀堂先生でいきます、いや、我が輩はそうです、あの先生の名前言われてもピンとこないんで、マリン先生、マリン先生、まあ、誰が来ても怖いんですよ。何ですか。誰が来ても怖い感じなんで。あ、そうですか。はい。西賀堂先生の絵を見ながら、はい、普通にあのセリフをやっていく。うん、セリフを読んで。あ、漫画のセリフを読んでいけばいいんです。あ、それしますか。やりますか。じゃあそれだったら俺はぜひやりたいバトルありますね。何ですか。梶原一騎先生ですね。はい。あ、え、でもそのエロくないじゃないですか。エロくないんですけど、はい、くどいんですよ。なるほどなるほど、読んでいるとね、読んでいると、なるほど、もう見ている人に、これを見ている人にはそれをちょっと想像を膨らませてもらって、そのいや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 、ね、自分なりに、そうです ね、四角いジャングルをこう呼ぶっていうのはどうですか、あ、なるほどなるほど、くどいですよ、いいですよ、四角いジャングル、四角いジャングル、梶原一騎先生のセリフはくどいですから ね、なるほど、え、じゃあそれを読んでどうなれば負けですか、笑ったら負けです、なるほどね、あ、プもダメですね、そう、笑いますよ、これもダメね、かなり笑いますから、俺やばいっすね、マジですか、例えばですよ、はい、あのちょっとあの世界に入ってください、はい、入ります、あの全部嘘なんですよもし猪木にウィリーが負けたら、ごくこの大山茂は責任を取ってそのリング上で腹を切りますそんなこと言ってないんですよ、そんなわけない、絶対ないこれ実はあの、じゃあ引き分けということでいやでもその場合さ、それ監督の説明が入ってからじゃないとちょっとあれかな、あ、そうですか、だってそれ皆さん分かりづらいかな、そうそうそう、分かりづらいかもしれない、あ、そうですか、うん、
それは監督殿は、うん、その内容とかさ、全部知ってるから、裏を。はいはいはい。だからまずいですね、俺、笑っちゃいますね。そう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 。あ、なるほど。監督を任しに行くんだったら、こっちの方がいいかもしれない。うん、ああ、もう結構笑いますよ、これ。俺もう、もうめっちゃもうダメですね、これ。もうこれもうダメですよ。マジですか？うん。例えばですね。うん、そうですな、うん、どれがいいかな、これ、漫画自体は、はい、何の漫画ですか？四角いジャングル。四角ジャングルか。うん。はいはいはい、はい。ね、うん、本当にひどいんですよ。うん、全部嘘ですからね。全部やってみますか。もうこれ全然ダメですね僕。慶和の一騎先生。うん。こんな言わないもん。藤原選手がどうかしたんですか黒崎さん。とんでもないことになりましたわい。こんな言うわけないでしょ。あ、そうですね、確かに、確かに黒崎ワイはないですね。あの黒崎先生はという方は極真空手なんですけども、はいはい、この人は、本当におかしいんです、はい、実際に、はい、うん、大山先生、私も山ごもりのようなものをしたいんですが、どういうことをやればいいでしょうか、うん、あの黒崎君、まず穴を掘って空気を入れるように筒を入れ、そこに1週間何も飲まず食わずでその中に入ってなさい。おっ本当に入りましたから、ね、それは実は実は、あ、本当ですか。本当に、この最近黒崎見ねえけど、うん、どこ行ったんだあいつって言って、はい、何言ってんですか総裁、うん、今総裁がそれがいいって言うんで地面の中いますよって、おいマジかよって言ったっていう。黒崎、黒崎無責任すぎるって、黒崎出てこいって。怖いわー。やれ、黒崎さんもそうですけど、うん、冗談でも言う、大山総帥も大山総帥です。総裁ね。総裁、はいはいはい、黒崎という方なんで、はい、実は大山さん、大山マスタス館長より、はい、この人の方がすごいです。なるほどね。うん。えぐい。えぐいんです。えぐいんです。でも、何々だ Y なんて絶対言いません。3月18日といえば同じくベニー・ユキーデが藤原と戦う契約で日本へ来る時期じゃないですか。そうですワイ。いい。絶対言いませんこんなこと。これ分かるかな、視聴者の皆さん分かるかな。何が。いや、そのネタが、もうどうせさ俺が面白かったらいいんだよ。まあ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 、はっきり言って。まあまあ、まあ、だってさ伸びはしねえんだからさ。そんだったらお前、お前、俺が面白いけど、ああ面白かったなって言って帰ればいいんですよ。ねえ、もうページ勝負にします。そしたら何がですか。あの笑ったページ数で、こういうの、さあさあ黒崎さんの出番ですよ、なんとかうまくやるだけやってみますわい。とんでもないよね。こういうのがあります。ベニー・ユキーデが日本に来たんです、はい、ほんで、要は藤原選手、はい、藤原組長ね、違う違う、あ、組長じゃない、うん、藤原っていうあのキックボクシングですごい人がいるんですよ、はい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 、でその人とやるんだけれども、はい、タイの方がなんか、うん、このタイトルマッチがあって、うん、バッティングしちゃって、はいはいはい、どうしようって、ほんで両方戦うっていうわけですよ藤原さんは、うん、藤原敏夫さんはね、はいはい、ものすごい強いんですよ、うん、それは違うって言ってベニー・ユキーデが怒って、いやそこなんとかっていうシーンです、はい、で、 Oh no! それは契約違反だ、弟ベニーは藤原との対決だけを目標に忙しいスケジュールをやりくりして日本にやってきたのは、あかんか、やはりかく、なんとか日にち帰ってくんないかって言ったんです、はい、ダメだ、はい、何、藤原は1ヶ月以内にベニーとやってもいいだと、とんでもない、疲れ切った藤原に勝っても意味がない、我々帰る、兄さん待ってください、私は兄と意見が違います、ホワイ。まあそんなことあったんですよ、はい、で、結局、私は他の日本選手と戦いながら藤原選手と戦うのを待ちましょうと、なるほど、うん、ベニユキで君はなんちゅうええ男じゃ、ほんまの格闘士じゃ。私、カッコ梶原、カッコ閉じが本編
四角いジャングルでとことん全米プロ空手の若き帝王ベニーユキイデ像を描き抜こうと心に決めたのはこの時だった。なるほど、男気を見せた。はい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 、うん、全部嘘です。あ、それすら、それすら、それすらね。それすら。バッティングしたのは事実です。あ、なるほどね。事実ですが、そこまで話を膨らませたという、しょうがねえなって。だってその時ベニーユキイデ別にあのアメリカで食えてたわけじゃないからね。はいはいはい、そっか、一生懸命だったわけ。マーシャルアートなんか向こうにないからね。なるほど。ごめん、エロにするわ。はい、はい、じゃあですね、はいはい、エロ漫画にしようと思います今日は。はい、でエロ漫画なんですが、そうですね、星野隆一先生のメス妻という、メス妻という非常に名著、なるほど、エロ漫画界の名著といえる名著がございます。メス妻、星野隆一先生、なるほど、これがまた素晴らしいです。わかんわかんねえ。絵を見たらわかります。決してうまくはありません、決してうまくはありませんが、てんちゃんは結構これはいいなって言うと思います。あ、そうですか。はい、あ、じゃああれ系ですね。どっち系ですか。いや、結構あるんですか、ムチリ系のやつですか。ああ、そうですね。あ、なるほど、なるほど。かなりムチリ系ですね。はいはい。なので、このメス妻という中から、いくつかピックアップさせていただきたいというふうに思っております。はい、星野隆一先生、私、一押しでございます。はい、どう言えばいいですかね。初心者の方には非常にいいんじゃないかなと。なるほど。うん、This is エロ漫画みたいな、はいはい、アダルトコミックスの、はい、初心者の方に。これでこのメス妻、はい、これがまた名著でございます。はい、名著なんだ。私はこの本で星野隆一すげえと高く評価するようになりました。なるほど。はい、ということで、まずですね、はい、星野隆一メス妻、はい、まず第1話、はい、うん、艶色の美酒、艶色の美酒、艶色の、艶色の美酒。はい。これを、ぜひ、てんちゃんに。え、若輩から？いやいや、順番でいいですよ。はい。順番いきますか？はい、うん。あ、じゃあいいですよ。若輩から行くから、じゃあ、2番、3番を決めてください。あ、そうです。まあ、若輩だから、もういいですよ。いいですよ。はい。結構やばいですよ、これ。まあいいですか。艶色の美酒。わかりました。じゃあ、若輩から行きましょう。はい。読めばいいんですよ、ね。5回笑うまでに何ページ？なるほど。進めるか。何ページ何個までここ押したら1ページです。ポンと押したら。ああ、わかりました。はい、わかりましたね。はい。じゃあ行きます。これ違う、これがマックスです。これがマックス。はい。うわ、これ、我が輩先見えねえかな。うわ、見えない。わかりました。よろしいですか。はい。で、次のページ行くときはここです。はい。はい。あ、そうしたいですか。こうしたら、でかくならないですか。ならないですね。ドロップブックスを舐めるんじゃねえぞと。おー、いいですね。はい。じゃあ、そういうことで、はい、よろしくお願いします。はい。はい、では、参ります。はい。私は仕事なの。今日は、店の模様替えで遅くなるから、夕飯、冷蔵庫にあるもの食べてね。わかったわかった。じゃあな。パン。もう、あんたの、なんだこれ。あんたの、ねえ、最近ほんと目が悪い。あ、わかったわかった。あんたの稼ぎが悪いから、私が働かなきゃならないじゃない。昔はあんなに優しかったのに。と歩いてるわけです。歩いてますね。カツカツとか。はい。ほんで、はい、ここですよ。はい、あ、なるほど。はい。で、こう、トイレに入ってるわけですね。はい、トイレに入ってます。で、タバコを吸ってるわけですよ。はい。ああ、もうなんだか、全部嫌になっちゃった、嫌になっちゃったな。仕事も辞めてやろうかしら。ドアが開くわけです。ガチャ、はい、はっ、ふぅ、疲れた。と、男の人が二人来ますね。で、男性が二人で、こう、入ってきて、トイレに入ってきて、はい、あ、じゃあ、なんかこう、休憩所に入ってきて、はい、その横にあるトイレで、はい、その女の人は、わから、はい、その、女がの人がいるとわからずに、その男性二人が、話しております。おい、
今日の由美子さん気づいたか、ああ見て見たで、由美子さんはこうはてなってんだ。そこまで描写説明しなくていいと思いますよ。セリフシャツのボタン一つ外れてたりして、外したりして見てるんだろ。いや、嫌だ。本当最高だよな、由美子さん。あの色っぽいの、色っぽい感じは女には出せないよな。他の女には出せないよな。あのでかい父と尻もみちしだきてよな。俺彼女なら5回はできるぜ。旦那さん羨ましいな。ドキ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 。それを聞いてるんですね。聞いてますね。でこう仕事が、お疲れお疲れ様、深町くん、原田くん、ごめんなさい、あとちょっとだけ付き合ってくれない？明日までに冬のフェアの用意をしなければならないの。時給も弾むからさ、ね。でこう終わりましたな、はい、こう仕事終わって、残業が終わったんですね。残業が終わって飲みに行くわけですね、はい、そのとこの飲み屋で、お疲れ様、カンカン、こうビールをこうカチンって、もうそこまでいいですか、はい、ありがとう、二人とも助かったわ。でも遅くまで大丈夫だったの？いいんです、暇な大学生なんですから。それにこうしてうまい酒も飲めるし。その日二人残した理由は、私をまだ女として見てくれない二人に囲まれていた、いたかったと思うこと、言うこと。さあ、今日は私のおごりよ。どんどん飲んで食べてね。私に冷たい夫への当てつけの気持ちからでした。でも若い二人に煽られて飲み続けているうちに、すっかりハエになってしまい、悪酔いをしてしまって、何よ、じゃあ二人とも彼女いないの？それじゃあ、溜まっちゃって仕方ないでしょう。はぁ。ここからもうアウトだと思いますよ。ねえ、こんなおばさんでよかったら、私が抜いてあげましょうか。マジですか？笑いましたね。はい。頑張ってください。ここ伸びやすよね。だからその、職場ですよ。こうおっぱいがボーン出てるわけですよ。どう？こんな格好は。この、お店ですよね。だから、働いてる店ですよ。あれですよね。最高っす。ゆうかさん、お尻も見せてくださいよ。言わないなさい。いいわよ。こんな感じ。すげえ。こんなの見せられちゃもうたまんないよ。待って。焦らないの？あなたたちのおちんちんもよく見せて。ふふ、すごい若いわね。硬くて反り返ってるわ。レロ。レロレロレロ。レロレロじゃねえ。ああ、由美子さん、最高です。渡したら、なんて大胆なことをしてるの？うん。でも、私、すごく興奮してる。感じちゃう。あ、これ言わなきゃダメだよ。4回ですね。あ、愚痴、愚痴。あれ？いや。やばい。俺、もう出ちゃうよ。俺も、いいわ。このまま出して。私に、濃いザーメン飲ませて。ビュー。ビュービュー、ごく、あん。ああ、もう、我慢できない。ブルン、ブルン。誤解です。はい、アウト。アウト。もうブルンブルンでダメです。ブルンブルンブルンダメです。これ、ね、ここのブルンブルンでもうアウトだろうなと思ってました、ブルンブルン僕は。はい、じゃあ何ページ ?1、2、3、4、5、6。
7、8、9、10、11、12、あ、おお、12ページまでいきましたね。すごいですね。これはすごかったと思いますよ。これ結構前半スローペースだったんだよね。それはラッキーだったかもしれない。ああ、なるほどなるほど。前半から飛ばす作品に当たったらもう大変だ。ああ、よかったんだね。なるほどね。ああ、よかったよかったよかった。じゃあ高野隆一、数は稼げたんですね。高野隆一先生はじゃあもうやめときますか。そうですね。じゃあ別のやつで。あれはゆっくり読みたくなるような感じでしょ。はいはいはい、はい、そうですね。高野隆一先生は、はい、そうですね。次はですね、何先生にしましょうか。次は誰ですか。え、なんすか。次は俺と吉田。そうですよ。昭和グじゃんけんぽい。じゃあ私2番で。2番で。バカ早いは10ページ。12ページ。13ページいけばとりあえず。はいはいはい。はい。では、ネットでも有名な、はい、やだ童貞小学校とか言う、ね、ああ、はいはいはい、覚えてます覚えてます。新田淳先生です。いやいや、新田淳先生は最悪です。もう最悪。もう、新田淳先生だけは本当に最悪です。どこまで頑張れるかやってみてください。なるほど。そうですね。どこにしましょうかね。もう最悪なんです。なるほど。本当に新田淳先生は最悪です。抜きどころなし。そんな最悪なんですか。もう、どこにしましょうかね。あ、もう、こう、話を先に進ませて、ここからっていうところから。いや、もうどっから行ったって、バーン最悪なんですけど、はい、どっから行っても最悪なんですよ。はい、本当に、どこで抜きゃいいのっていう感じなんですが、どこにしましょうかね。まあどこから行ってもいいんですけどね。どこの中今パッと見る感じで変わらない感じはしますからね、はい、え、変わんないですね、うん、じゃあこっから行きましょうか。はい、はい、結構早い感じですか。早い感じ、早い感じだ。ネームが長いんですよこの人。なるほどね。はい、じゃあこっちからで。新田淳先生マジ童貞。マジ童貞、はい、はい、確かにちっちゃいな。はい、よろしくお願いします。はい、マジ童貞、はい、ビグンビグン。いきなりすごいですね。あれ、宮本先生どうしたんですか、ツルツルで。何がツルツルの。いや、そう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 、あれですね、男性のパンパンってことですね、はい、あ、そうなんですか。ほう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 。あ、これ、うちの旦那が剃っちゃって。あ、違う、女性同士の会話ですね、うん、はい、うちは私がいろんな人と自由にセックスしても旦那は文句言わないって条件で結婚してあげてたんだけど、それでも結構嫉妬してるみたいなのよね。私毎日セックスした人数も、どんなことをしたのかも隠さないし、うちの旦那私と付き合うまでは童貞で未だに私以外の人とセックスしたことないしね。笑っちゃうんだけどっていう光景を、なんか童貞の子なんですかねが、ベッドで寝てる状態で、はい、女性の方2人がですね、うん、そこで談笑しております、はいはい、だからせめてこんなことでもして俺の女房だぞって主張したいみたい。ふふ、あはは。でもいいですね宮本先生、うちは毎日旦那にバレないように結構苦労してるからな、という談笑をしております。はいはい、そうだ山口、私が口で抜いてやるからその間宮本先生のマンコをよく見せてもらいます。最悪でしょ。最悪でしょ。あらって言ってますね。新田淳先生、宮本先生、あら。もうネームが最悪でしょ。綺麗な縦筋一本でクラスの女の子のマンコとほとんど変わらないと思うぞ。これじゃあ男子生徒が寝てるんですね目の前。はいはいはい、そういうことですね、うん、それにしても宮本先生今までに1万本最悪でしょ。入りましたね。入りましたね。ネーム最悪なんですよ。本当に最悪なんですよ。クソ野郎だろ。1
1万本切りを達成してて、学生時代にはアルバイトで出た AV で1日に100本もチンチン入れたこと頑張ってください。新田純先生は強烈ですよ。なんてとても思えませんね。あ、そんだけお綺麗だということですね。あ、赤山先生、それは学校では内緒にしててくださいよ。イヒヒ。まあ具体的な、大人の女性の生態圏を話して聞かせるのも教育のうちってことで。メロン。ジュププジュル。チュルチュルチュル。ムニ。ギルルルル。ビグビグ。あ。あ。うは。どうだ山口。口に。最悪最悪だろ、新田純先生。最悪だろ、これ。最悪なんですよ、新田純先生の。もう絵は別にそんなにうまいともなんともない。気になりますな。うまくもなんともないんだけど、うん、もうネームが最悪なんですよ。ほんと最悪。ねえ。もうちょっとなんか考えてほしいですね。品性を。気になりますな、その時、先。どうだ、山口。口に出すのもいいもんだろう。さあ、じゃあ本番行こうか。本番に行かれるそうですね。次から本番、はい、うん、さあチンコ入れてみない山口ドストレートですね。最悪だね、本当に。バックならマンコがよく見えて入れやすいだろう。最悪です。あんまりバックってそんなに入れやすいあれがあるなんですか。うふふ、赤山先生の女性器ぱっくり口を開いてよだれ垂らしてるでしょ。早く大好物の元気なおちんちんを食べさせてあげて。今から行くわけですね。ここが入り口。さあ、ぐっと押し込んで、先生も手伝ってあげる。マジ童貞。ぐ、あ。はん。ず、あ。どう、おちんちん全体が女性器に包まれて最高に気持ちいいでしょ。いいよ。あと1回ですよ。はい。でもこれからもっと良くなるわよ。おちんちんを女性器の中で前後運動させてごらんなさい。あー、あ、ズルルル、ブチルル。いいよ、山口。最悪ですね。山口って誰だよ。山口今笑いましたね。笑いましたね。笑いました。誤解でしょこれ。今のは。いやー、ダメですよ。笑ったもん。うん。笑った笑った。これはね、でもね、うん、不公平。なんで？だって、前半、なんでもないシーンがすごくあったような点が。おうん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 。僕、いきなりこれですよ。新田純先生なんだ。しょうがない、その新田純先生。先生次第ね。先生次第ですよ。いや。先生次第だ。先生次第だよ、それも。何ページですか？何ページだろう。そんなに言ってないんですよ。5、6ページぐらいです。おほぉ、ちょっと待って、ここね、1、はい、2、うん、3、4、5ページですね。おぉ、やったじゃあ私を。はい。これどこで選べる。何をしますか。新田純先生で攻めますか。新田純先生でいいんじゃないですか。ああ、新田純先生を、あえてね。どこら辺から、ここからページ数を選べられるんですけど。なるほど。はい、今何ページだっけ。今83ページです。83ページです。はい。だったら、後の方いいんじゃね。じゃあ、切り置き 100? 100でいきますか。うん、100からいこう。100だとほとんど、うん、さっきのマジ童貞で。はい、じゃあいきます。ここですよ。ああ、なるほどね。じゃあもうちょっと後行きましょう。はい。若いね、うん、すごい絵はすごい好きなんです。ああ、そうですか、はい。夫婦の形って書いてありますけどね。うんうん、これでいいですか。はい、お願いします。どこら辺ぐらいにしますか。ここら辺ぐらいにしますか。110。110、じゃあ110。ここら辺でどうでしょう。110あたりでいいんじゃないですか。また山口君出てますね。はい。はい、わかりました。お願いします。最悪なんですよ、本当に、新田純先生は。じゃあ行きます。はい。ジュル、ジュル、ウング、ウング。大体わかりますね。ご想像にお任せします。はい、早いよ。
あ、先生、もう出ちゃ。おっと、まだ射精するなよ、山口。これは検査なんだぞ。もみもみ。そうよ、山口くん。今日と明日は必ず私か赤山先生の正規の中に射精しなくちゃダメよ。ピクンピクン。いまだにこの二人なんですか。それじゃあ今日は山口におまんこいじってもらって濡らしてもらおうか。ええ、それがいいわね。女性器の勉強にもなるし。どんな勉強か。女性器はデリケートだから、初めは丁寧に触ってね。いじってると少しずつ濡れてくるから、それからだんだん激しくするのがコツだぞ。くにくにくに。くにょくにょくにょ。ぎこちないけど、なんかいいわよ。先生の性器濡れてきちゃった。よーし、そろそろ指突っ込んで中をいじくり回してみな。キムさん、うん、そうそう、おちんちんが入りやすいようにいっぱい濡らすのよ、山口くん。くちゅくちゅくちゅ。うんうん、中がどうなってるのかもよく勉強しろよ。ぐちゅくちゅくちゅ。うん、女性器ってそれぞれ見た目だけじゃなくて中も違うの分かるでしょ。ちんちんやおまんこってとても個人差があるものなんだぞ。今笑った。当然入れた時の感触も全然違うから、その違いを比べるのもセックスの楽しみ方の一つなの。うん、プチュ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 。そうだ、こうしましょうよ宮本先生。え、いいんですか赤山先生、乗っかっちゃって。大丈夫大丈夫、いいか山口、これなら射精してすぐ次のおまんこに入れ替えられるだろう。ピクピク。それを交互に何度も繰り返して二人のおまんこの違いを楽しんでみな。さあいらっしゃい山口くん、先生たちのおまんこを精液でいっぱいにするつもりで頑張れよ。くあびくずずずい、いいよ山口くんのおちんちん。うん、山口くんはどう、あたしの、はい終わり。あーでも結構いったんじゃないですか。いやでもいや危ないよ。結構いったんじゃないですか。そうかね。うん、110からだよね。5ページ以上。いや早かったよ監督、結構。何がですか、うん、言いますね。はい、1、2、3、これ3なの、2じゃないの、3、4、5、6、あ、6、ギリギリじゃん。 おめでとうございます。やっばやっばやったー。この辺を消すためにこの新田先生でやった方がいいんじゃないですか。誰ですか、天狗さん。はぁ、何言ってんの。天狗さんからですか。 この破壊力とさっきのあれは違いますよやっぱり。いや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 、テクマさん3ページ我慢してください。なるほど。3ページ薬ともしなかったら、うん、先生のあのテクマさんもうそれはね。そうです。OK ですか、うん、ただいいですか。あ、読んでくれ、読んでくれる。3ページ笑わなかったらこうテクマさん、はい、あの吉野はもう却下です。あ、若さんが読むの。はい、ここから、うん、ここから笑わないでくださいよ。笑ったらテクマさん負けですよ、3ページ以内だから。3ページかませればいいの。3ページかませればいいの。じゃあ、行きますよ。はい、じゃあ行きます。はぁ、あ、はぁ、あ。ペチャペチャペチャ、ペチャ。あん、そうそう。初めて、チンコ、入れさせてくれるマンコなんだから、一生懸命舐めるんだよ、ゆういちくん。そうだ、ゆういちくんなんだ。山口はどこ行ったんですね。山口は卒業したんです。あ、うちのお姉ちゃん、マンコ舐めさせるの、マンコ舐めさせる専用の男のこと、舐め犬って呼んでるんだよ。あ、いい、いい。本当に犬みたい。ゆうちくん、おマンコ舐めるの才能あるかも。肛門丸見えで金玉ブラブラさせちゃって、わ、なんか大きくて、なんだこれ、なんて書いてある。いやいや、テクマさん、はい、3ページいいです、よく頑張ったと思う。ここは格好入れたらもう大丈夫だよ。大丈夫だって考えてごらんなよ。ねえねえ、大の大人がだよ。あの、ゆういちくん、マンコ舐めるの才能あるかもって言えない。肛門丸見えで金玉ブラブラさせちゃってって。そんなの大人がね、笑わずに言えたら勝ちですよ。まあ、いいじゃないですか。
じゃあ、ということはもう、よし君でいいです。イェーイ素晴らしい、はい、さあ、今日の場所なんですが、はい、これは私の、また、射程どもが仕入れてきました。はい。川越運動公園というところです。はいはいはい。で、そこのね、そこ近辺の友人ができたらしいんですよ、高校で。はいはいはい、で、なんか、心霊スポットとかねって言って、はいはいはい、ここを紹介してくれたんです、はい。で、その子供らの間で言われてたのが、うん、その奥にトイレがあるらしいんですよ。はい、で、そこのトイレで、なんか足踏みをターンターンターンって3回やるんですって。はいはい、で、その3回やって出てくると、目の前になんかトラックみたいなのがあるらしいんですよ、100メートル走の。はい、ほら、そこになんか、ゆきおくんという、はい、少年が、ゆきおくん、うん、はい、走ってるらしいんですよ。はい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 。ゆきおくんが。もう完全に名前はゆきおくんなんですね。はいはいはい。で、ずっと追いかけてくるらしいですよ、ゆきおくんが。なるほど、なるほど、なるほど。いや、もうだから、それって、あれですか、なんかこう、都市伝説的なやつ。まあ、それに近いと思うんですけど。トイレの話。そこ、うん、まあ、それみたいなもんですよ。うん、なるほど、ね。だから、ゆきおくんが出てくるらしい。はい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 。うん、トラックのゆきおくん、なるほど、なるほど。ということで。はい。それ、トイレで足踏みしないと出てこない。え、でもそのトイレって、トイレっていうか、そのところの向こうに、なんか明るいところがあるらしいんですよ。はいはいはい。うん、なるほど。じゃあその場所で、なんかトイレがなんかよくわかんないんですよ、田川さんって言ってたから、はいはいはい、まあなんかあったらそこだし。なるほど。ということなんで、はい、わかりました。ここから先は有用でございます。後半もお待ちして。